どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は5月の13日です。今日はトマトの苗ですね、来ております。だいたいですね、あと2週間ちょっとか20日ぐらいの間で花芽がついてきて定食に近くなってくる時期かなと、そんなステージの苗なんですね。皆様方はもうね定食なさってそこそこいい段数までね来てると思います。今日の動画に関しましてなんですけども、毎年恒例なんですけども、花粉も対策ですね、木が暴れちゃったよっていう人がね、どうしたらいいべなーってね連絡来ます。なのであちこちのねトマト作ってる方から、ちょっと花粉も対策毎年恒例のあれやってくれよという形で頼まれましたんで、花粉も対策ですね今日はやっていきたいなというふうに思いますし、花粉もになった時の対処法ですね、こっちの方が大事かもわかりませんね。花粉もにしない方法というのはね、まあ簡単でございますし、万が一花粉もになってしまいました、どうすかな、マジどうしようってなった時の今日は対策お伝えしていきます。私ねトマト半分ネギ半分みたいな形で、ネギと同じくらいトマトの量もねやっておりますので、私トマトも好きでございますんで、こちらの動画もアップしていきたいなというふうに思います。この花粉も対策につきましては、他の動画ではね、あんまりやられてないです。花粉もなった時の対処法とか、ないんですよ、動画の中で。じゃあどうしたらいいのかなっていうので調べてみると、簡単に言いますと、水で流せとか、それから、まあ、脇芽を伸ばして栄養分散させろだとか、まあ、いろいろこう書いてはいますね。そのあたりがメインで書かれてるかな。ただちょっとこれは私は、プロとして、農家としてね、トマトを作っていくときに、ちょっとそれは、やめた方がいいんじゃないかというふうに思っておりますので、別の方法も合わせまして、なぜそう思うかってところをお伝えしていきたいなというふうに思います。それではね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっててみましょう。まず花粉もというのはどういうことですかって言いますと、木が暴れちゃってる状態ですよね。ブワッとこうねクリスマスツリーのようになってしまって、樹勢が強い状態で葉っぱが大きくゴツゴツしてる、ブーってこう広がってしまって花芽がつかない状態でございますね。実がならない状態です。トマト作ってる方であれば聞いたことあると思うんですけども、生殖成長と栄養成長ですね、これが同時に進行する、同時に成長していく作物がトマトでございます。なので簡単に言いますと、生殖成長というのが実を作って子孫を残していくっていうね成長の方、それから栄養成長というのが葉っぱや木を作って花をつかせるため、実をつかせるための成長といったらいいのかな。なのでね、バランスが非常にこう大事なんですよ。それのバランスが崩れてしまって栄養成長に全振りしてしまった状態ですね。じゃあそうならないためにはどうしたらいいんですかっていう形ですよね。まず肥料、水、それから光とかね、いろいろ作物が成長していく部類にはあると思います。でそのうち栄養成長といいますか、生育にこう関わるのはやっぱり肥料という形になりますんで、肥料が豊富にありすぎるとやっぱりね樹種ハックになるかなと、花粉もになるんじゃないかなという形でございますね。トマトには生育ステージっていうのが3ステージあります。樹勢をメインにして捉える生育なんですけども、樹勢の旺盛期っていうのと、それから樹勢の維持期、樹勢の安定期っていうのがねあります。1段目、花が咲いた1段目から花が咲いた3段目までですね、これが樹勢の旺盛期って言います。こういった苗を植えるわけじゃないですか。で活着してどんどんこれから大きくなっていこうという生育ですよね。木の方を大きくさせる、その時っていうのは花芽がついてるけどもまだ果実がちょっとついてる状態か花芽の状態ですよね。これが3段目まで続くわけです。果実がない状態、もしくは果実がちっちゃい状態が3段目まで続くんで、栄養成長の方が強い、そんな生育ステージなんですね、3段目までっていうのが。なので水であったり栄養であったり、このあたりをもうどんどん吸収してしまうというような、そんな状況が1段目から3段目なんですよ。この時に肥料をたくさん吸ってしまいますと、水をたくさん吸ってしまいますと花粉もになってしまいますよというような、ね、そんな形です。樹勢の維持期、それから樹勢の安定期っていうのはその後に来る形なんですよね。4段目から6段目、樹勢の維持期、これは簡単に言いますと果実もできてきて、それから木の方も大きくしていかなきゃね、一番負担がかかる時期なんですよ。まだ一番下の1段目の果実があるんだけども、5段目までができてきてるけども、どれもね果実が取れてない状態で、果実がもうフルである状態にもかかわらず木を伸ばしていかなきゃいけないので、ここの時にはすごくね栄養と
水っていうのがね必要でございます。その時に受精も頑張ろうっていう時期、維持をしていくっていう時期が、これがね受精の維持期でございます。1段目の果実が取れてきましたっていう時期になってくると、まあ落ち着いてきますよね、受精の方も。そうすると受精も安定して生育も安定してくるというような時期、これが受精の維持期です。これが7段目からっていう形でなってくるんですけれども、いろいろそうやってねあるわけです。今回のその過半母っていうのが受精の旺盛期ですよね。1段目から3段目の間で養分、肥料をたくさん吸って、水をたくさん吸ってしまって、クリスマスツリーが出来上がってしまった状態という形でございます。よくね木が暴れた時の対処法という形で水で流せとかね本当に書いてるんですよ。畑にある肥料を水で流す、植えてるところですね、水で流せだとかありますし、それから脇芽ですよね、トマトっていうのは脇芽こうやって生やしてって、枝を増やして葉っぱを増やして、そうすると今度花芽もどんどんついていくわけじゃないですか。なので脇芽っていうのは伸びてきますので、脇芽を伸ばして栄養分散させてあげようというような形で書いてたりとかもします。これのやっぱりね、あんまりやってほしくないなっていうのはやっぱりありまして、水を与えると余計吸います、流れませんから。余計吸って流れないです。土の養分っていうのは限度ありますよね。流すっつったってね、どれくらいじゃあ流せばいいんだいっていう話になってきますし、いやそれはもう大雨がこう何日も続いたような状況であったら流れるかというふうに思いますけども、普通に灌水やってずっとやってるような状態であれば流れないです。これはもう確実にそういうもんですよね。大雨がもう何日も降ってしまってて、水と一緒に養分が流れて土の中で染みていくっていうのは考えられないこともないとは思うんですけども、1段目から3段目の間でそういうふうにやるっていうことはまずないかなというふうに思いますし、できないっていう形になりますよね。水で流すっていう行為はまずできないっていう形でございます。そして脇芽ですよね。これをどういうふうに考えるかっていうことなんですよ。まあ皆様方は脇芽をせずに脇芽取れってよく言われると思うんですけども、トマトは基本的には一本の木からこう伸ばしてって脇芽を取っていくという形でございます。脇芽にこう栄養分散するというのはもちろんそうなんですけれども、脇芽というのは基本的には小指サイズですよね。この長さで取れっていうふうに言われております。特に花芽の下ですよね。1段目2段目3段目一番大事な時っていうのは、この花芽のすぐ下の脇芽というのはすごく伸びやすいです。これを小指サイズで取れるかどうかっていうのは結構ね、花落ちさせない原因であったりだとか、それから果実をしっかりと肥大させる原因であったりだとか、これにつながってくるんですよ。なので花芽のすぐ下はすぐ取ってしまわなきゃいけないですし、その他の葉っぱの脇芽っていうのもやっぱりね、なるべく早く取ってしまわないと、本来果実に行くはずの栄養というのが脇芽に取られるという形になってきますんで、余計生育のバランスが栄養成長の方に行ってしまうという形です。これが調べると出てくる原因で、あんまりやってほしくないっていうのがね、その原因でございます。このあたりも本当にね、個人の考え方になってくるので、私的には基本的にはそのやり方はお勧めしてないよという感じですよね。そこのあなた、高評価コメントもよろしくね。じゃあどうやって過半母を対策していきましょうか。過半母を直していく方法ですね。過半母の対策としましては、元声ですね、元声、これをやっぱり考える必要があるよという形でございます。何年もね、私は土耕でやってますけどもね、やっぱりね、養分っていうのは残ってますし、輪作して私そのトマトの前に大根ってやってるんで、必ず土壌分析とかもします。でやっぱりね、塩類体積であったりだとか、そういったものはやっぱりしてるんでね、基本的にそんなにね、元声っていらないんですよね。なのでやっぱ元声で窒素を入れてしまって、例えば、まあ、888とかそういうのでもいいですし、高度化成なんて持ってのほかなんですけども、基本的にはね、化成肥料っていうのはあんまり入れない方が過半母対策にはいいんじゃないかなというふうに思います。有機肥料ですね、これをやっぱりね、3段目過ぎるあたりまで効くような形でじわじわと効いてくれるような、そんなものだけで十分です。3段目がだいたい出来上がって4段目に差し掛かってくる頃、30日、定食後30日ですね、1段だいたい10日でできますんで30日、まあ1ヶ月過ぎという形になってきますから、1ヶ月肥料を持つような化成肥料じゃなくて有機肥料ですね、これを使っていけれればいいんじゃないかなというふうに思います。トータル窒素とかいろいろこうあるんですけれども、それはもう追肥でちょっと追っていくしかないんじゃないかなっていうふうな、その方がね確実かなっていうふうに思います。元声でガッチシと入れてしまいますと、ガッチシ効いてしまいますんで、そこだけ注意ですね。ゆっくりと効く有機肥料をそれなりに入れてもらう、これはもうあの土壌分析しないと窒素どれくらい入れていいかっていうのは何とも言えないところなんで、ちょっとここは省きますけれども、土壌分析の結果から見てやっていただくっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。4段目ないし5段目くらいまでじわじわと効くような形であれば、4段目が開花するあたりでちょっと追肥してあげていく、水を入れてあげるっていうくらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますね。これが過半母対策です。そしてこれからは過半母になってしまった時の対処法、これをお伝えします。
受精を抑える、受精の旺盛期に受精を抑える、結構矛盾した考え方なんですけども、もうそれしかないんですよ。受精を抑えるしかない。木があって葉っぱがある、ここを抑えてあげるしかないんです。受精を抑えるための手法としては葉っぱを落とすしか方法がないんですね。なので受精の旺盛期3段目までで受精が旺盛になってしまった場合、過繁茂になってしまった場合は葉っぱを落とします。基本的にはここはもう夏秋トマト、夏秋トマトの話でいきますけども、夏秋トマトでしっかりとした苗ができていて定植すると、1段目が葉っぱが7枚と8枚目の間につきます。7枚目の上についてくる形になってきます。7枚葉っぱがあったとします。これを削っていく形です。まず1回目削っていく形ですけども、葉っぱを切って受精を落とします。なのでまず1段目ですね、1段目ができてきましたといった時に、1段目2段目3段目、3段目までクリスマスツリー見たくなってきてしまった、ちょっと木が茂ってしまった場合には1段目の株はありますね、その下3枚目をまず残します。3枚目残してその下4枚全部取ってしまってください。バッて取ります。そうすると受精が弱まります。まずこれが1段目、あまりにも受精が強い場合はここからさらに葉っぱを落とします。1段目の下3枚目先ほど残しましたけども、そっからさらにその葉を半分に切っていきます。3枚の葉、残った葉っぱを半分に切る、そしてさらに受精を弱めます。それでもまだ強い感じですと、本当にもうクリスマスツリー一歩手前ですと、その上2段目の花房までの下ですよね、要はその上3枚つくじゃないですか。2段目と1段目のその境っていうのが3枚葉っぱついてくると思うんですけども、それも半分に切ってしまうと。要は1段目の上3枚、1段目の下3枚、これを半分に切ります。そして3枚目から下ですね、4枚、地上部から4枚を全部落とす、これが受精を落とす方法、対策する方法の唯一の方法じゃないかなと私は思っております。生殖成長に傾けたいので、どっちかっていうとリンであったりだとか PK 資材っていうのかな、リンカリの資材を吹いてあげたりだとか、ここは成長点付近ですけどね、成長点付近にカルシウムであったりだとか、それから PK 資材、リンカリのね資材を吹いてあげると、まあ、戻ってくるんじゃないかなというふうにはね思っております。木が茂ってしまった場合に対策としましては葉っぱを落とすという形で、よろしければ試してみていただきたいなというふうに思います。過繁茂対策、トマトの動画は数あれど過繁茂になってしまった時の対策、これってないんですよね。なんでここは私の専売特許としてやらせていただいております。これは私はこういう風にやってるよっていうのがあれば、またコメントといただけると非常にありがたいなという風に思います。今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。皆様方本当にいつもご視聴、コメント、高評価、低評価ありがとうございます。励みになっております。それから私インスタグラムとツイッター、そちらもやっておりますので、よろしければそちらの方にフォローもぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方本当にご視聴ありがとうございます。バイバイ、シャッケネー、ご視聴ありがとうございました。